ドンキホーテは、スペインの作家ミゲルデセルバンテスの小説。騎士道物語の読みすぎで、現実と物語の区別がつかなくなった豪シが、自らを遍歴の騎士と認知、ドンキホーテデラマンチャと名乗って、冒険の旅に出かける物語である。1605年に出版された前編と、1615年に出版された後編がある。前編の現代は、エル・インゲニオソイダルコダン。 気泡テデラマンチャ。セルバンテスは前編の序文の中で、牢獄の中でこの小説の最初の構想を得たことを、ほのめかしている。彼は、生涯において何度も投獄されているが、おそらくここで語られているのは、税金王領の容疑で入獄した1597年のセビーリャ監獄のことであろう。セルバンテスは釈放後、バリアドリードで多くの家族を養いながら、 前編を書き上げ、1605年にマドリードのファンデラクエスタ出版書から出版した。前編はたちまち代表版となり、出版した年だけで海賊版を含め6版を数え、1612年には早くも英訳が、1614年には仏訳が登場した。だが、作品の高い評価にもかかわらず、版権を売り渡してしまっていたため、 セルバンテスの生活は依然困窮していた。後編はセグンダ・パルテデル・インゲニオソ・キャバレロダンキホーテデラ・マンチャとして1615年に同じくカンデラ・クエスタ出版書から出版された。前編と同様に大評判となったが、セルバンテスは相変わらず貧しいまま、1616 16年に没した。前編はセルバンテスの短編集としての色合いが濃く、作中作、 愚かな物好きの話、ポリの話、ルシンダとカルデーョの話など、ドンキホーテとは直接の関わり合いのない話が多く、挿入されている。また、前編の第一部も、一つの短編小説としての構成を持っている。後編では、この点を作者自身反省して、脱線をなくしている。1614年、アロンソ・フェルナンデスでアベジャネーダと名乗る人物が、 ドンキホーテの続編を発表した。だがこれはセルバンテスが書いたものでもなければ許可を取ったものでもない。すでにベストセラーとなっていたドンキホーテの名前を利用しただけの願作である。セルバンテスが後編執筆中に出版されたため、ドンキホーテ後編の中で、この願作がドンキホーテ前編とは無関係であることを何度も主張し、さらには願作のドンキホーテに対抗して、 行き先をサラゴサからバルセロナに変更している。アベジャネーダーの正体は300人以上も謎のままであったが、現在では1988年マルティン・デリケールが提起したヘロニモ・デ・パサモンテ説が有力となっている。この人物は、口実するヒネス・デ・パサモンテのモデルになった人物であり、セルバンテスと共にデパンとの海戦を戦って捕虜になったアラゴン人である。 ドン・キホーテには多くのメタフィクションが導入されている。司祭と床屋がドン・キホーテの蔵書を批評する場面では、セルバンテス自身の作品であるラガラテアも取り上げられている。後編では前編が出版されて世に出回っているという設定となっており、登場人物たちが前編の批評を行い、矛盾している記述の釈明を行ったりする。また、前編で、 ドンキホーテを知った人々が、前編での記述をもとに、ドンキホーテ主従にいたずらを仕掛ける。また、上実の願作についてもたびたび言及されており、ドンキホーテを語る人物が存在し、願作は、この二人の同中期であるという設定になっている。ドンキホーテと山頂ドンキホーテの増加座車に、突進するドンキホーテラマンチャのとある村に貧しい、暮らしの豪師が住んでいた。 この孔子は、騎士道小説が大好きで、村の司祭と床屋を相手に、騎士道物語の話ばかりしていた。やがて彼の騎士道熱は、本を買うために田畑を売り払うほどになり、昼夜を問わず、騎士道小説ばかり読んだ挙句に正気を失ってしまった。狂気にらわれた、彼は、自らが遍歴の騎士となって、世の中の不正を正す旅に出るべきだと考え、そのための準備を始めた。 古い鎧を引っ張り出して磨き上げ、所有していた、痩せたローバーをロシナンテと名付け、自らもドン、気宝テデラマンチャと名乗ることにした。最後に彼は、騎士である以上、重い姫が必要だと考え、エルトボーソに住むアルドンサ・ロレンソという田舎娘を、貴婦人、ドゥルシネア・ゲルトボーソとして思いしたうことに決めた。用意が整うと、彼は密かに出発した。 冒険を期待する彼の思いと、裏腹に、その日は何も起こることなく、宿屋に到着した。宿屋をしろと思い込み、亭主を上手だと思い込んでしまっていたドンキホーテは、亭主に自らを正式な騎士として助任してほしいと、願い出る。亭主は、ドンキホーテがいささか気の触れた男であることを見抜き、助任式を模して、彼をからかうが、事情を知らない馬方二人が彼の槍に叩きのめされて、 しまい、慌てて、偽の助任式を済ませた。翌日ドンキホーテは、返撃の旅にも、ロギンや重視が必要だという宿屋の亭主の忠告に、従い、自らの村に引き返すことにした。だが途中で出会った、トレドの商人たちに、ドゥルシネイアの美しさを認めないという理由で、襲いかかり、逆に叩きのめされてしまう。 そこを村で近所に住んでいた百姓に発見され、ドンキホーテは倒れたまま村に帰ることになった。打ちのめされたドンキホーテの様子を見た彼の家政婦と、名は、この事態の原因となった書物を残さず、処分するべきだと主張し、資材と床屋の戦維の上で、いくつか残されたものの、ほとんどの書物が焼却され、書斎の壁は塗り込められることになった。 やがてドン・キホーテが回復すると、書斎は魔法使いによって消し去られたと告げられ、ドン・キホーテもそれに納得した。遍歴の旅を諦めないドン・キホーテは近所に住む、教養のない農夫山頂パンサを、手柄を立てて島を手に入れ、その領主にしてやるという約束のもと、獣主として連れて行くことにした。ドン・キホーテは路銀を揃え、甲冑の手直しをして二度目の旅に出た。やがてドン、 キホーテとサンチョは3から40機の風車に出くわした。ドンキホーテはそれを巨人だと思い込み、全速力で突撃し、衝突時の衝撃で跳ね返されて、脳腹を転がった。サンチョの現実的な指摘に対し、ドンキホーテは自分を妬む魔法使いが、巨人対人の手柄を奪うため巨人を風車に変えてしまったのだと言い張り、なおも旅を続けるのだった。 遍歴の旅から戻ったドンキホーテはしばらくラマンチャで静養していた。その間目立った気候も見られなかったのだが、1月ほど、後に司祭と床屋が訪れると、やはり狂気は治癒していないことが判明した。そんな中、ドンキホーテの家に、サンソン・カラスコという学士が訪れる。カラスコが言うには、ドンキホーテの伝記が出版され、広く世の中に出回っているのだという。 ドン・キホーテ・シュジュとカラスコは、電気に書かれた冒険について、また記述の矛盾について、ひとしきり語り合うのだった。やがてドン・キホーテとサンチョは三度目の旅立ちの用意を固め、出発する。ドン・キホーテの命や、家政婦は、引き止めようとするが、カラスコは、むしろ彼の出発を祝福して送り出した。旅立ちを果たしたシュジュが最初に向かった先は、エルト・ボーソの村であった。 ドンキホーテが三度目の出発に、ドゥルシネイアの祝福を受けたいと考えたためであった。彼はサンチョに、ドゥルシネイアを呼んでくるように頼むが、サンチョは困惑する。ドゥルシネイアは架空の人物であるし、モデルとなったアルドンサ・ロレンソのこともよくは知らなかったためである。結局サンチョは、エルト・ボーソの町から出てきた三人の田舎女を、ドゥルシネイアと次女だと言い張ることにした。 その結果、ドンキホーテは田舎娘をドゥルシネイアと見間違えることはなかったが、自分を憎む魔法使いの手によって、ドゥルシネイアを田舎女の姿に見せる魔法をかけられているものだと考え、彼女らの前にひざまずき、忠誠を誓ったが全く相手にされなかった。ドンキホーテは心の支えであったドゥルシネイアにかくも残酷な魔法がかけられたことを繰り返し嘆いた。やがて主従は、 鏡の騎士と名乗る恋に悩む変歴の騎士と出会う。ドン・キホーテは鏡の騎士と意気投合し騎士道について盛んに語り合うが鏡の騎士がかつてドン・キホーテを倒したと語ったのを聞くと自らがドン・キホーテであると名乗り彼の発言を撤回させるために決闘を挑む。勝負はドン・キホーテが勝利した鏡の騎士の乗っていた馬がダバであったためである。 落馬した鏡の騎士の兜を取ってみると、正体は、学士の三村カラスコであった。カラスコは、ドンキホーテを決闘で打ちまかすことによって、村にとどまらせることを目論んでいた。騎士らしい決闘によれば、ドンキホーテに言うことを聞かせられるだろうと考えたからで、ある。しかし、ドンキホーテの勝利により、クワダテは、失敗に終わった。当のドンキホーテはというと、目の前のカラスコは、 魔法使いが化けた偽物ということにして、片付けてしまった。やがて、ドンキホーテ一行のところに、国王への献上品のライオンを乗せた馬車が通りがかり、これを冒険と見たドンキホーテは、ライオン使いに対して、ライオンと決闘したいと願い出る。その場にいた者すべてが、ドンキホーテを止めようとするが、ドンキホーテは聞く耳を持たず、盛んに、ライオン使いを脅すので、やむなく、ライオン使いは、 檻の鉄削を開け放つ。何度もライオンを思いで挑発するドンキホーテだが、ライオンはドンキホーテを相手にせずに寝転んだままだったので、ドンキホーテは不戦勝だとして納得し、これから二つ目をライオンの騎士と改めることにした。やがて主従は立ち寄った先でカマーチョという不合の結婚式に居合わせる。カマーチョは金に物を言わせて、キテリアという女性と結婚しようとしていたが、 結婚式の場にキテリアの恋人であるバシリオが現れ、狂言自殺をして、キテリアとカマーチョの婚姻を破棄させる。その場にいた大勢の客が揉めて、大騒ぎになろうとしたところを、ドンキホーテが仲裁に入り、事なきを得た。バシリオとキテリアは、ドンキホーテに感謝し、彼を住まいに招いた。彼はそこに3日滞在したが、その間に2人に資料深い23の助言を残した。 なおも旅を続けた二人は、高狩りの一団の中にいた、公爵夫人に出会う。彼女は、ドンキホーテと山頂を見るや、否や、すぐに、自分の城に招待した。というのも、公爵も夫人も、ドンキホーテ全編をすでに読んでおり、一つこの滑稽な主従をからかってやろうと思ったからで、ある。そんな企みには全く気づかないドンキホーテは、公爵夫妻の城で、 遍歴の騎士にふさわしい壮大な艦隊を受け感動するが、ドンキホーテが出版された当初は国慶本として高い評価を受けており、ドンキホーテのキャラクターも同家としてのイメージで受け取られた。17世紀初頭には早くもスペイン本国や南米で行われたいくつかの祭りでドンキホーテに扮した人物が人々の笑いを取ったという記録が残っている。 セルバンテスの電気研究と共に実証的な作品研究が始まったのは18世紀のイギリスからである。1738年にセルバンテスの電気が初めて出版されたのを機に研究の機運が高まり、それに高応する形でスペイン本国での実証研究が始まった。この時代の解釈の特徴はドンキホーテから騎士道に代表される古き悪臭を風刺し、 やがて打倒につながったという道徳感や批判精神を読み取っていることである。だが19世紀に入ると、これとも全く異なる読み方が登場する。19世紀の解釈は、ロマン主義によるもので、ドストエフスキーの解釈が典型的である。彼は、作家の日記の中で、ドンキホーテを人間の魂の最も深い、最も不思議な一面が、 人の心の洞察者である偉大な詩人によって、ここに見事にえぐり出されている、人類の天才によって作られた、あらゆる書物の中で、最も偉大で最も物悲しい、この書物と評した。19世紀は、このような、ドン・キホーテの感情を尊重した悲劇的な解釈が、主流になったが、現在ではこの見方もピ P ・ラッセルなどによって、批判されている。20世紀の文芸評論家、 ミハイル・バフチンは、ドン・キホーテを、カーニバル文学の大傑作であるとして評価している。そしてこの文学の系譜を忠実に受け継いだのが、19世紀のドストエフスキーだと述べた。2002年5月8日に、ノーベル研究所と愛書家団体が発表した、世界54カ国の著名な文学者100人の投票による、史上最高の文学100選で1位を獲得した。 リヒャルト・シトラウスがこの小説を題材に作曲した公共詩が最も有名であるドン・キホーテを参照。その他には次の作曲家が取り上げている。NHK、みんなの歌でこの小説を題材にしたドン・キホーテという楽曲が存在する。映画化作品としてはゲオルク・ビルヘルム・パプスト監督のドン・キホーテが有名。主演はロシア出身のバス歌手。 ヒョードル・シャリアピン。ジャック・イベールが劇中歌を含む音楽を作曲している。演劇作品としては、アメリカの作家、デール・アッサーマンが脚色した1965年初演のミュージカル、ラ・マンチャの男が有名である。この作品は、ドン・キホーテをストレートにドラマ化するのではなく、作者のセルバンテスが、教会侮辱の罪で捕らえられた後の牢獄が舞台となっている。 この牢獄で、牢な主に、ドンキホーテの原稿を取り上げられそうになったことから、セルバンテス自身が、ドンキホーテを演じて、理解を求める、という重層的な構造とされている。日本でもミュージカルの舞台として上演されており、松本幸四郎の当たり役として評価が高い。1972年には映画化されている。オーソン・ウェルズが映画化を試みたが、完成しなかった。 ドンキホーテを参照。テリー・ギリアムがドンキホーテを殺した男と題して独自の脚色を加えた映画化を試みたが撮影6日目にして中止を余儀なくされた。この経緯はロストイン・ラマンチャと題したドキュメンタリー映画として公開された。その後もギリアムは幾度にもわたってこの企画に挑戦し2019年に ついに完成した作品は日本では二千二十年にテリー・ギーリアムのドン・キホーテの題で公開されている。マヌエル・グティエレス・アラゴン監督、カミロ・ホセセラ脚色、フェルナンド・レイ主演で本国スペインにてテレビドラマ化された。日本では BS 海外傑作ドラマ特選ドン・キホーテとして九百九十二年七月二十八日、二十九日、三十日の三夜連続で NHKBS2 で放送された。声の出演は、草形けし、山谷初尾。バレエ、ドンキホーテ振り付けは、マリウス・プティッパー。音楽は、レオン・ミンクス。バレエの、ドンキホーテは、後編第19章から第22章にかけての、婚礼の話が、主な題材であり、物語の中心は、若い男女の恋物語となっている。ドンキホーテ自身は、どちらかといえば、 表現回しの役回りであり、踊る場面もないが、第二幕には、彼が風車に突撃する、前編第八章の有名なエピソードも織り込まれている。ドン・キホーテは現代スペイン語の綴り、ダン・キホーテは観光当時の綴りで、19世紀初頭の聖書法改革によって、X を表す文字はそれまでの X から J に変えられた。ドンは、ゴーシュより、 上位の貴族の名につく。デラマンチャは、ラマンチャ地方の能意で、出身地を表す。つまり、ラマンチャの騎士、気宝手卿といった意味合い。長田わけでは、奇想を驚くべき合詞ドン・騎ホーテラマンチャ製編。間わけでは、最地溢れる合詞ドン・騎ホーテラマンチャ前編。牛島家では、基地に飛んだ合詞ドン・騎ホーテラマンチャ。小木内わけでは、奇想天外の合詞ドン・騎ホーテラマンチャ。 岩根分けでは、最地あふれる騎士ドン・キホーテでラマンチャ前編の分けが、当てられている。長田、高橋分けでは、奇想を驚くべき騎士ドン・キホーテでラマンチャ続編。間分けでは、最地溢れる騎士ドン・キホーテでラマンチャ後編。牛島分けでは、基地に富んだ騎士ドン・キホーテでラマンチャ後編。小木内分けでは、奇想天外の騎士ドン・キホーテでラマンチャ第二部。岩根分けでは、 最地ふれる騎士ドン・キホーテでラマンチャ後編。太字はセルバンテスによる後編との題名の違い。元作では前編と同じく合詞であるが、セルバンテスによる後編では騎士となっている。これは前編の作中でドン・キホーテが騎士に助任されているためだが、セルバンテスが後編執筆中に元作ドン・キホーテが出版されたことも関係している可能性がある。 続編を表す後ももとなる。役者による、ドンキホーテの旅、神に抗う、変歴の騎士がある。役者による、ドンキホーテの食卓がある。役者による、元作ドンキホーテらチャの男の偽物騒動がある。ありがとうございます。